サンメディカル立澤です。よろしくお願いします。今日のお悩みは介護技術ができないのでどうしたらいいですかって、どういうふうに勉強したらいいですかっていうお話なんですけど、これはですね、文章だけ読むだけじゃ多分無理だと思います。はい、実際に知識として入れて、こういうふうにすればいいんだな、こういうふうにやればいいんだなってこう頭では理解していても、実際に現場に行った時にそれをこう何ですか、教科書通りにやろうとするとそういかないことも多いので、基本を覚えるのはすごい大事だと思うんですけど、実際に例えばまあ利用者さんじゃなくてもスタッフの方にお願いして、こうお互いにこう実際の人を扱って練習とかした方が多分身につくと思います。おむつにしても異常にしても、例えば口腔ケアのやり方にしても、そういう実技的な部分に関しては、まあ、知識プラス実践が必要になってくるので、そこはこう練習をするほかないかなとは思いますね。はい、勉強方法としては本だけでは多分無理かなとは思います。あとは今結構 YouTube とか動画でもこういうやり方がこういいですよとかっていうの載ってるので、実際にこう本でこう文章とか活字じゃなくて、実際にこう動画で動いてるものを見て多分学んだ方が覚えやすいかなとは思いますね。はい、私最初施設で働いてたんですけど、自信がついたのは本当に1年くらい後ですかね。入社して1年くらい、その全体的な介護技術全体的なところで考えると、多分習得するのに多分半年ぐらいではある程度できてるけど、こう全部こういろんな分野で考えたら1年ぐらいかな、2年目ぐらいからはなんか自信持って行ってきます、やれますっていう感じだったと思います。そうですね、そんな多分そんな1ヶ月2ヶ月ですぐできるようなものではないと思うので、それこそなんだろう、こう利用者さんの ADL の状態によっても全然介助の仕方とかも違うから、まあ多分今回は全然麻痺とかない人でも次行ったら肩麻痺の人だよってなると、またそれでちょっとこうやり方が違かったりとかもするので、多分そのいろんなパターンがをこう経験しながらやるってなると、やっぱり1年ぐらいはかかるんじゃないかなと思います。できてたとしてもこのパターン初めてですっていうのが多分出てくると思うんですよね。なのでそこを克服していかないと苦手になってしまうとは思います。そうですね、まあでもこればっかりはもう本当に回数を重ねるしかないと思うんで、知識プラス実際にこうやるっていうところ、あとはまあ練習としてそういう研修とかもあったりとかするので、そういうのにまあ積極的に、まあ、コロナ落ち着いてからとかでもいいと思うんですけど、こう実際にこうやり方を教わりに行くだとかっていうふうに、こう自分から進んでこうやっていくっていう、実践していくっていう気持ちがすごい大事かなとは思います。